特区は、旧正月を祝って伝統的に食べられる韓国料理の一つである。スープとスライスした餅からなり、千切りの卵やマリネした肉、韓国の離島が飾られる。旧正月に特区を食べるようになった期限はよくわからない。しかし、19世紀の東国最時期には、牛肉、または鴨肉を主食材として、胡椒で味付けしたスープとして、 特訓が言及される。またこの本には、旧正月の朝に、ボールに入った特訓を飲み、何杯の特区を飲んだと、相手の年齢を尋ねる習慣についても記されている。蔡南以前が1946年に書いたザ・カスタムズ・オブ・チョソンでは、旧正月に特区を飲む習慣は古代まで遡る可能性があり、純粋さと清潔さを表す白い特区は、 良い運勢の正月を始める儀式として食べられると書かれている。朝鮮では旧正月の日に祖先に特区を備える儀式を行う。特区は伝統的に季節料理であったが現在では年を通して食べられている。特クマンドグクダシはメインの具材を茹でた汁に醤油を足したものをこして用いる。長い枯れ特訓を薄く切り澄んだ出汁で茹でる。食べる前に 地域による異なる付け合わせを乗せる。付け合わせとしては、千切りの卵や、朝鮮海苔、玉ねぎ等がある。ごま油を垂らす場合もある。中世道の名物である千ダックグーク、または、なるダックグークは、うるち米ともち米を混ぜて小さいボール状にするか、カレートックのように伸ばし、薄く切って、だしで茹でる。海上市のジョラエンギダックグークは、 小さな眉の形にトックをねじって使う。チェジュ島のゴンダックグークは、カレートックではなく薄く切ったチョルピョントックを用いる。トッククにマンドゥを加えたトックマンドゥグークという料理もある。1971年にオムエンナンとユンジョンヒが主演した映画ダックグークが公開された。ありがとうございます。